ハクビシンさん、おじさんのせんべいをおっかなびっくり奪ってしまう。プレイリードッグ定期。調子の女。ミーアキャットっぽいけど。よじ登ってくるのかわいすぎやろ。ミスター何やってんの。ほんまにあいやーって言うんやな。プレイリードッグなのん。こいつ死ぬまであの時食ったあれはうまかったなーって思って生きてくんだな。こいつらが食いもんめぐって仲間同士で殴り合いしてる動画マジで笑える。リスやね。かわいすぎファイナル。2匹のプレーリードッグと2羽のアヒルと1匹の犬。総勢5人の仲良し家族。地球上で最も癒される光景が広がっていた。1匹の犬に2羽のアヒルに2匹のプレーリードッグが、キャッキャウッフと仲良く暮らしているという。なんちゅう。何注文を見せてくれるんや。グリトグラ思い出した。天国だった。やばい。男らしさが失われてゆく。これは凄すぎるよ。羨ましい。やっぱり家族でいることに血のつながりなんて必須じゃないんだよな。ぐわあ、悶絶。まだじゃ、まだ足りぬ。猫にペロペロを要求し続けるプレーリードッグ。それに応える猫。壁ドンならぬ壁なめ。はい、ごちそうさま。等身大で猫に舐められる幸福。プレーリードッグに生まれ変わりたい。プレーリードッグさん、そこ変わってください。みんな猫に甘えたいのだ。これはまた情熱的な。猫さん優しい。プレーリードッグさん、冬毛になる。あったかそう。もこもこかわいい。じゃがいもやんけ。こういうのでいいんだよ。千切りキャベツと唐揚げやん。腹減った。プレーリードッグ、餌だ。人間シャンありがとう。むしゃむしゃ。ピクサーの CG アニメみたいや。うまそ。プレーリードッグかわいいよな。無職の時上野動物園で泣きながら閉園まで見てたわ。無防備になってて草。めっちゃうまそうに食ってて草。なにこれかわうそ。なに横着してんねん。これ好き。完全にしょぼんで草。プレーリードッグ、帰宅拒否。大地に祈りを捧げている。ミーアキャットさん、人間みたいな黄昏れ方をしてしまう。平川動物公園やんけ。マジか、ようわかったな。休日終わる時のワイラやん。この鬼畜を許すな。なぜイッヌは白菜に見せられてしまうのか。エヴァのあれ。白菜犬。噛みちぎるだけ噛みちぎって捨ててるの草。カメラマン、ミーアキャットおらんな。くしゃみにドッキリ。人間のくしゃみに驚いたプレーリードッグを待っていた盛大な尻もちこの後すぐ。思わぬくしゃみに驚いたプレーリードッグさんは木の台の上で大きくキキーと鳴き、体をビクーン。の後なんと不幸なことに木の台から落下し、着地に失敗、尻もちをついてしまう。その衝撃で再度ビクーン。二度の悲劇がプレーリードッグを襲ったのだった。うわぁ、コロン、ああ、びっくりしたびっくりした。多分半分眠りかかってる途中に急に起こされたので何がなんだかわかってないのだろうな。かわいそうだけど盛大に笑ってしまったわら。なんか、こんな感じのネズミのおもちゃが昔にあったよねわら。かわいそうなんだけどかわいい。後ろ姿のおケツのかわいさにほっこり。びっくりしたであります。でかいネズミの餌の奪い合い、醜すぎる。手の動きが人間っぽい。コーナーキック時のサッカーやな。それや奈良の鹿もこんな感じ。ボンバットか。全然違う。犬とか猫は餌しか見ねえけど、こいつは目そらしてプッシングしてるのが無駄な動きやな。生物的に弱い。
かわいい、猫ぐらいの知能あるなら飼いたい。人類滅亡した後天下取るのは間違いなくこいつら。リスが路上で大喧嘩、交通トラブルか。ポリスは来たのか。俺は評価するよ。シンプルかつ的確なレス。おお、やり合っとるな。ポケモン実写版かな。撮影者もそのつもりで撮ったのかなってくらいポケモンだな。イワシコウ VS ノーマル格闘と見た。なかなかいいカードだな。なんともすごい画像だ。ミーアキャットたちを愛しすぎたチーターの恋の一方通行物語。チーターは幼い時からミーアキャットたちのところを訪ねるとゴロゴロと音を出していた。スタッフの間では喉を鳴らさないと思われている彼が喉を鳴らしているのは本当に珍しいのだ。当然ながらミーアキャットの方は敵認定。小さな友達をこよなく愛するチーターだが、残念なことに肝心のミーアキャットたちには彼の思いが全く通じていない。ミーアキャットたちにとってチーターは自然界の敵であり脅威でしかない。ミーア頑張ってんな。穴掘っていこうとしてる。無謀すぎ。楽しそう。かっこ一方的に猫とネズミの拡大版みたいだね。臆病なミーアキャットがゲージから手出してる時点でそんな嫌ってなくないか。プレーリードッグの邪魔をする犬。忍耐強いプレーリードッグ。もともと仲がいいのか。庭に穴を掘るのをやめなさい。動物園から引き取られたミーアキャットと猫の友情にほっこり。めっちゃ仲良しやん。かわよ。ミーアキャット、初めて見るイノシシに好奇心が加速する。ミーアキャット、動物園の客みたい。デモンたちとプンバー。なに、怖いもの見たさが優先。かわいすぎ。なにこれ、めちゃくちゃかわいい。わら、イノシシさん、もう少し長くガラスの近く歩いてやって。反対側に待ち構えててわろた。小児男子か。で、街のファンみたい。女子とミーアキャットの習性はかなり似ていた。写真を撮った時にわかる。ミーアキャット、ニアリーイコール女子高生の構図。女子とミーアキャットのポージングは似て非なるものがあるという。友達同士体を密着させたり、時に背筋を反らせたりするそのポーズはまさに激似だ。つまりはそういうことか。プレーリーやジリスと突っ込んだら負けなゲーム。ミーアキャット系女子。こじつけで草。ミーアキャットの方が断然可愛い。と思うのは、私がぼっちですでに女子と名乗れない年齢だからであろう。日本の場合、男子学生もこんなだけどね。まあ、あれだ、細かいことを気にすんな。一言で言えばキャッキャオフってやつですな。プレーリーって小顔だよね。ダメ、もう限界。睡魔に抗うミーアキャットの寝落ちシーンが可愛すぎる。挙動不審なミーアキャット。後ろに倒れず前に来たか。こんなん笑てまうやん。おやすみ。飼育環境だとやっぱり野生は失われるんやな。尻尾の卑猥さがまた草。こいつら見張り中、よく寝落ちしてる。電車の中で力尽きるおっさんみたいで草。ミーア先生、エンジニア志望か。動物園のミーアキャット一家、電気技師の工具に興味津々。ゼペットじいさんの小人ですね。わかります。現場ミーアキャットよし。動物はこういうのが好きだよね。うちの猫も興味津々で様子を見に来るわ。ちょっとプラス持ってきてって手元やってほしい。うんしょうんしょ。じっちゃん、欲しがってた助手だぜ。そんなに興味あるんだったらちょっとやってみや。驚いて子供を守るママさん。伏せろ。SP バリの俊敏さ。
母は強し。ミーアキャットと共に電車で GO。ロシア鉄道の旅。ミーアキャットは群れで暮らす社会性のある動物だ。二足立ちしてちょこちょこ動く愛くるしい姿は動物園でも人気者だが、犬や猫とは違い野生動物であるため、飼育するとなるとハードルが高い。寿命は野生下では10年、ペット15年から20年と言われているので、環境を整え、一生添い遂げる覚悟を持って迎え入れることが大事だろう。ミーアキャットは飼育してみたい気持ちはあったけど、君たちそんな長生きするのか。破壊活動やばい。あちこちで掘ろうとしとる。ティモンという名前の子がいると予想。ものすごく可愛い。いいなぁ、鉄道個室の旅。さすがロシアだわ。可愛い。小さくてもピョコタン。ミーアキャットの赤ちゃんが生まれたよ。可愛い。わあ、可愛い。胸がキュンキュンする。朝から癒されました。頭の丸みが猛烈に可愛い。こう見えて主食はサソリだったりするんだぜ。ミーアキャットにバナナをあげていたところ、ノーサンキューのジェスチャーをされた件。これが果たして本当にノーサンキューだったのかどうかはわからないが、タイミング的にバッチリだし、本当にもういらなそう。可愛くて悶絶。あ、もういいですって声が聞こえてきそう。ミーアキャット、あ、もう私はこれで、はい。完全にノーサンキュー。予想以上にノーサンキューだった。これ、中に人が入ってる。そんなバナナ。この子ら仕事教えればしてくれそうだな。同じキャット言うてますし、猫を熱心に揉みほぐすミーアキャット。可愛いけど、ミーアキャットってペットにしていいような動物かな？保護したとかならいいけど。予想を超えた高回転だった。ミーアキャット、このケツか。このケツか。猫、そろそろ怒っていいかな？完全に親分と子分ですね。み、旦那、随分凝って安寝きしし。猫様、あまり私を怒らせない方がいい。かなり我慢強い猫様なのかね？少し迷惑そうな感じかもしだしてるな。仲いいね。日向ぼっこでほうけたミーアキャットのおむすびコロリン。ミーアキャットがコロリンするだけで世界株価が 2% 上がるとか。こういう子供いる。ミーアキャットと美しい女性の甘いキス、と思ったらそっちかい。女性の虚無がおでくさ。わろた。小さい穴の中の虫とか食べる習性なんやろ。鼻くそとか食うんかな。